続いては26日に長崎市で開かれるちびっこくんちに出場する子どもたちを紹介します。諏訪幼稚園はかさぼこにこっこでしょ、そして川船を披露します。僕たちは諏訪幼稚園です。長崎くんちの舞台、諏訪神社の敷地内にある諏訪幼稚園はバラエティ豊かな出し物を披露します。最初に登場するのは年長さん4人。5キロもある重い傘鉾を交代しながら一人で持ち、枯れの隙間から采配を見ながら一歩一歩進みます。動くところがちょっとずれちゃう。采配があるから采配を見てうまく進める。出汁を空高く持ち上げるコッコでしょ。樺島町の関係者に作ってもらった出汁を年中さん18人が元気よく担ぎます。去年誰よりも大きな声で応援していた岩永大樹くんは今年年中さんになって念願の担ぎ手デビューです。楽しい。本番はどんな風に頑張りたいですか？誰が見に来るの？テレビの人。テレビの人見に来るの？すごいね。テレビ映りもバッチリ意識しています。ジジとおばあちゃん来るかもしれない。そうなんだ。2人いるから、どっちも。こうやってここでしょ、動かすやつ難しいって。頑張ってるよ。ハブネさん今から頑張るぞ。さらに今年は川船も披露します。重さおよそ50キロの大きな船を年中さん6人が力強く回します。最初はうまく回せませんでしたが、一人一人がコツをつかんでチームワークを発揮して引っ張ります。ちょっと難しかったけど楽しかった。お母さんとたおばあちゃんとた見に行く。たとよく頑張りたい。バラエティに富んだ出し物で諏訪幼稚園の頑張り屋さん40人が最高の演技を披露します。